これより各案に対する質問に入ります。通告者に順次発言を許します。安井博之君 皆さんおはようございます自由民主党広島県議会議員連盟の安井博之でございます今時定例会の最初の質問者として登壇の機会を与えいただき議長をはじめ先輩同僚議員の皆様に心から感謝申し上げますまた県民の皆様の命と健康を守っていただいている医療従事者の皆様そして新型コロナ対策に関わっている全ての皆様に深く感謝申し上げます さて、本県では8月に新型コロナ感染の過去最大の波が到来し、また7月、8月と立て続けに豪雨災害に見舞われるなど、ここ数ヶ月で未曾有の危機を経験することになりました。現在、感染の波は落ち着いていますが、県全体が疲弊しきっていると感じます。こうした状況を踏まえ、本日は経済の回復や豪雨災害への対応についてまた。 これまでもこ,こだわってきました山海中山間における課題などについて質問したいと思います知事及び執行部の皆さんには明確な答弁をお願いいたしまして質問に入らせていただきます質問の第一はこのナ禍における経済災害について2点お伺いします1点目は飲食店等への支援についてです本県の緊急事態宣言は明日をもって解除となりますしかし 県の独自対策により、広島市、東広島市、府中町、海田町は、あさってから10月14日間で飲食店等への時短要請が継続されることになり、これまで我慢を重ねてきた飲食店事業者にとって、厳しい状況は続きそうです。現在、ワクチン接種が進んでおり、2回目の接種を完了した人は、全国、広島県とも人口の5割を超えています。 国は希望者へのワクチン接種が完了する見込みである11月をめどに、緊急事態宣言下でも行動制限を緩和する方針を示しました。ワクチン接種や検査の陰性証明を条件に、飲食店での種類の提供や、県をまたぐ旅行を認めるとのことです。こののの方針に対すする国民の意見はは賛賛否両論ででもう自粛は限界なので賛成 経済を回すために必要といった意見もあれば、ワクチン接種後でも感染する事例が増えていることなどから、時期焦燥、気の緩みにつながってしまうといった意見もあります。しかし、少なくとも接種が進んだ場合の経済が再開した姿を具体的に示すことは、この閉鎖社会において必要であったと思います。民間の調査によれば、新型コロナの影響を受けて、 企業が倒産した数は昨年2月から今年の9月下旬まで2073件となり、そのうち飲食店が350件と最も多かったそうです。また今後も飲食店等,等を中心にさらに倒産が増加する恐れがあります。今県民の多くは感染の再拡大を心配しながら日常生活を早く取り戻したいという思いを抱いています。今後 行動制限緩和の具体的な内容について、国で議論が交わることになると思いますが、県として対応をゆなられる部分も多くなると思われます。行動制限を緩和する場合、感染防止対策のさらなる徹底が求められます。山梨県では、県がお墨付きを与えた飲食店で感染が確認され、その後、変異株への対策強化のために認証の基準を強化し、 パーテーションのの形状や幅高さををよりりり厳ししく取り決めたた換気対策の徹底など項目を追加したそうです本件においては、広島接触ガード店、ゴールド認証制度がこれにあたると思いますが、今後、認証基準を強化するのか、また制限緩和の内容をどうするのか、昨日発表された集中対策では、認証店舗へのアドバンテージについても示されており、フォローアップを含めて検討を進めて 置く必要があると考えますそこで新型コロナとの闘いが長期化する中で、合同認証制度は苦境にある飲食店等をとって、感染防止対策と経済対策の両方に資する制度であるべきと考えますが、今後、この制度をどう運用し、その機能を発揮させていくのか、知事のご所見をお伺いします。<laughs> 2点目は観観光光業へのの支援でです報道によれば本県の主要観光地であり 私の地元である宮島において、昨年1年間で訪れた方は約220万人で、過去最多だった2019年から半減し、今年はゴールデンウィークにやや持ち直したものの、8月の来島数は2019年の3割程度にとどまっているそうです。観光業は非常にに厳ししいい状況にありますが国が国検討てる 県をまたいだ移動が可能になれば宮島などの観光地は再び活気を取り戻すと思われ観光業界も期待感を示していますしかし本県はこれまで県外からの人流による感染拡大を経験しつけており不安を感じる県民も多いと思います萎縮自動を緩和した後すぐまた制限といったことにならないよう徹底した感染防止対策が求められます 県においては、宿泊事業者を対象として、サーモグラフィーなど、感染防止、感染拡大防止のための設備導入や、ワーケンションスペースの増設、改築など、前向きな取り組みに補助金を出して支援しています。こうした事業者が客に選ばれるような仕組みが必要であると思います。長崎県では、飲食店だけではなく、 宿泊施設、観光施設、交通までをカバーする安心・安全ための認証制度を官民一体で設けています。長崎大学官主のガイドラインにのっとり、審査員が実地審査を行い、泊まる、食べる、遊ぶといった一連のイベントを心から楽しんでもらえる取り組みを取り組んでいるそうです。これは一時では一あありますがが本県県としてても苦境ににる県内の観光事業者コロナ禍において 経営をを継続でききるよう知恵を絞っていいいたただきたいと思いますそこで、国による行動制限緩和の方針を踏まえ、本県として宿泊用の観光事業者が感染防止対策を一層徹底し、それを執着につなげる仕組みを検討するなど、観光業へのさらなる支援が必要と考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。 質問の第2は、脱炭素社会への実現に向けた森林整備の推進についてお伺いします。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すこととしています。全体としてゼロにするというのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて、 実質的ににゼロすすることを意味しています脱炭素社会の実現に向け、鍵となるのはエネルギーのあり方です。現在、我が国では電力の4分の3を火力に頼っていますが、現在、2割弱しかない再生可能エネルギーの比率を2030年には4割弱まで高め、原発など合わせて電力の8割を脱炭素化するといった目標が示されています。エネルギー政策は主に 排出量削減の取り組みである太陽光や洋上風力発電の復旧など、最近、メディア等でも取り上げられ、非常に注目されていると感じます。一方、排出量削減にも限界があるため、脱炭素社会への実現には、排出量と同じだけの温室効果ガスを吸収する必要があり、吸収量の目標達成も非常に重要となってきます。 我が国では二酸化炭素の吸収量の9割以上が植林や間伐などの森林経営活動によるものでありその量は2019年度実績二酸化炭素重量で年間4300万トンに上るそうですしかし森林が高齢化するとそれについて炭素の吸収率が減少してしまうという特徴があるため2015年に採択されたパリ協定において 我が国の2030年度の森林収集量の目標は2780万トンと現状より下がった数値となっています現在我が国の人口輪の半数が51年以上と高齢休暇が進んでいる中でパリ協定の目標値は必要な干ばつが全て起これた場合に初めて確保できる筋でありハードルは非常に高いと言います 着実な間髪や再造林、そして木材利用による炭素固定にもしっかり取り組む必要があります。近年、世界では地球温暖化防止が叫ばれていますが、この自流は森林を守り、育てることを意味を今一度理解していただくチャンスであると考えます。例えば、なぜ木を切ることが CO2 削減につながるのか、また人工林の育成ではなく、自然林、天然林を保全することだけではいけないかなど、 疑問を抱いている県民は多いと思います干ばつすれば林内に残った樹木が成長を促され切った樹木と合わせれば干ばつとしていない森林より樹木の全体重量つまり co2 吸収量が増えることになります <coughs> またそこにある木すべてを伐採する開発は環境破壊のイメージがあるかもしれませんが 育てたものを最終的に収穫するという、林業の重要な作業になります。先ほどお話ししたように、若い樹木の方が CO2 を活発に吸収します。切って、それを建築室等に使って炭素を固定するとともに、再び若い苗を植えて CO2 をたっぷり吸収してもらうことが地球温暖化防止につながるのです。ここまで説明すると、林業を通じた森林整備や森林経営の の重要性がある程度理解していただけるのではないかと思います本年度は広島の森づくり事業の第3期最終年度であり15年を迎えていますまた森林環境増税も令和元年度から県や市町に同様され森林整備等に活用され始めていますこうした取り組みはぜひ継続していただきたいと思いますが 貴重な税金を使わせていただくのですから、森林を手入れし経営していくことがいかに大切であるか、県民に理解をいただき応援していただくことが非常に重要であると考えます。農林水産省は来年度予算概算要求において、カーボンニュートラルを見せた森林林業木材産業によるグリーン成長を実現され 伐採から再造林、保育に至る収支をプラスに転換する新しい林業の経営モデル構築などの取り組みを支援する方針を示しました。そこで、本県においても脱炭素社会の実現に向け、森林整備のさらなる推進を図るとともに、人工林の重要性と林業の果たす役割を県民に対し、積極的に発言するなど、機運の醸成を務めるべきと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。 質問の第3は、水産資源の回復に向けた総合的な対策についてお伺いします。本年6月、瀬戸内海の環境保全を目的とする通称、瀬戸内地方の改正が国会で可決・成立しました。今後1年以内に施行される予定とのことです。今回の改正で、プランクトンの栄養となる窒素やリンなどの栄養塩類の濃度を、沿岸の府県が海域の実情に応じて管理できるようになるそうです。 瀬戸内海はかつて工場からの排水などにより、水質が悪化し、瀕死の海と呼ばれていましたが、昭和48年に排水を厳しく規制する法律が施行され、対策は講じた結果、水質は改善しました。一方、水質が改善したことで、かえって漁業に悪影響を及ぼしている地域もあります。 養殖のりの色落ちや漁獲量の減少、また養殖用のカキの違いがうまく育たない要因になっている可能性があるそうです。本県においても、イワシ類を除く海面漁場の漁獲量が、昭和55年頃にまでは2万トン程度維持していましたが、その後は減少し、平成30年には5000トン程度と、4分の1まで落ち込んでいます。 ここまで減少した理由として、魚の取り過ぎや、魚の住み方のる環境の変化、そして栄養塩の低下による魚の餌不足などが指摘されていますが、これがどの程度関与しているのかわからないそうです。私も魚,が魚釣りが好きで、ボートで宮島周辺に釣りに行くのですが、年々、超過が悪くなっており、魚の数が減っているように思います。 こうした中、兵庫県では一歩進んだ取り組みとして、一昨年、環境の保全と創造に関する条例を改正し、全国初の取り組みとして、海水の窒素や林の量が減りすぎないよう、加減値を設けました、また栄養塩を増やす取り組みとして、下水処理施設において窒素の放流濃度を高める季節別運転や、民間の工場等にも協力を促すガイドラインの策定などを実施しているそうです。 またせき止められた栄養豊富な河川水の放流、ため息の水や泥を年に1回流す貝掘りの実施、海の恋人である山の整備、そして本年度、本県でも実施予定の海底に積もった栄養分をかくする海底幸運なども効果のある取り組みとして挙げられていいいいます本県にににおててもここうしたたた先進事例を参考にぜひこの困難な課題に向きき合っていただきたいと思います。 本県には質質管理などの課題解決を図る官民組織ワンナダ協議会が会議ごとに計3協議会あります。こうした組織を活用するなどして、最善の方向性を模索してほしいと思います。そこで、 平成28年度に瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画を策定し、豊かな瀬戸内海の実現を目指す本県として、瀬戸内地方の改正を踏まえ、専門家や関係者の意見を聞き取った上で、手術資源の回復に向け、総合的な対策を検討すべきと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。質問の第4は、中山間地域振興対策についてお伺いいたします。 9月5日広島里山未来博2021が開幕しました4年ぶり2回目の開催となりますが今回は新型コロナの影響でオンラインによる活動が中心となっており12月まで各種プログラムが用意されているそうですテレワークなどオンンラインでのやり取りが 浸透始めし始めているとはいえ都市部と中山間地域の方々の交流が大きな意味を持つこのイベントで実際ができないことは大変残念に思いますコロナ禍の中取り組みを継続されることは評価しますが盛り上がりに欠けてしまうことは否りません前回の広島里山未来博2017は県内各地でさまざまなイベントが開催され 8ヶ月の開催期間で約400万人が中山間地域を訪れ、請求のうちに終了しました。知事は前回の未来博の目的を地域づくりの担い手となる人材の育成確保とした上で、未来博を窮とした取り組みを一過性に終わらせないことが重要であると話されました。そして、地域づくりの輪をひ広げる人材プラットフォームである 広島・里山チーム500により、活動の維持、継続は図られており、目標としているチー,チーム500の登録人数も着々と増えています。しかし、今も中山間地域の人口減少に弾みはかからず、働く場や学校など、地域の存続に必要な機能は減り続け、活性化を実感することができない状況です。このことは、他の議員もたびたび本会議等で訴えてきました。 中山間地域の振興について、キーとなるのは人であることは理解でき、チーム500の方々は、それぞれの地域で活躍し、里山は元気にしていた,い,いただいていると思います。しかし、登録人数を増やすことが、地域課題の解決につながっているのか、我々はなかなか見えてきません。今後、この取り組みが生活環境の改善や、新たな雇用を生むといった地域の重要課題の解決に直結するよう、 活動の後押しなどを取り組んでいいいたただきたいと思いますそこで広島里山未来,博未来博2021の開催の狙いと見込まれる効果を含め、これまでの成果を上げてきたチーム500等の取り組みをどの次のステージに上げようとされているのか、知事のご所見をお伺いします質問の第5は、ウィズコロナ時代における未来のアスリートの発掘と育成についてお伺いします。 今月5日、東京2020オリンピック・パラリンピックの全日程が終了しました。この中ではほとんどの会場が無観客という異例の形で開催となりましたが、日本のアスリートたちは躍動し、オリンピックではメダルは58個、うち金メダルは27個といずれも史上最多数の格闘となりました。そしててオリリンピックののアーチリー男子団体において私の地元 佐伯高校出身の川田優樹選手を含むチームが銅メダルを獲得しましたこの種目でのメダル獲得は日本史上初の快挙のことで私も地元民として大変嬉しく思いましたさて今回のオリンピックでは10代の選手が28人出場しそのうち高校生は5人中学生は4人であったそうです 特に今大会から新たに採用されたスケートボードでは10代が多く、12歳という夏のオリンピックの日本最年少記録を更新した選手も含まれていました。こうした若い選手の活躍と夢を実現したそのか,かしい笑顔と、多くの方が心を動かされたと思います。私は前回、令和元年12月ののの一般質問ににおいて、未来のアスリートの発掘と育成に向け、 福岡県のタレント発掘事業を参考事例に挙げ積極的な取り組みをお願いいたしました今回このタレント発掘事業からオリンピック選手第1号が誕生したそうですこの方はハンドボールの男子選手でこの事業がなければハンドボールに出会えていなかったと感謝しているそうです 私が質問した令和元年12月のその直後から、新型コロナの感染拡大により、世の中は一変し、スポーツの復旧、進行が非常に厳しい状況に陥ってしまいました。本県において、毎年行ってきたスーパージュニア選手育成プログラムも、昨年度は開催されていないようです。 一方、福岡県のタレント発掘事業においては、中止となるプロムが多数発生しているものの、オンラインによるトレーニングの開催など、取り組みを継続するための最大限の努力と工夫がなされています。スポーツは身体の障害の有無にかかわらず、夢を抱き、実現できるものです。また、人々に感動を与え、与えるとともに、地域の活力にも大きくつながります。 今回のオリ・パラをテレビで観戦したアスリートになる夢を抱いた子どもたちも多いかと思います。コロナ禍の練習すら守らない現状においては、非常に困難な課題でありますが、例えば DX や広島サンドボックスを通じたアイデアの提供などにより、子どもたちの夢を実現への後押しにしていただきたいと考えます。そこで未来のアスリートの把握と育成について、コロナ禍での現状と課題、 またウィズコロナ時代において子どもたちの夢を実現するための今後の方針について併せて知事にお伺いします質問の第6話頻発する豪雨災害への対応についてお伺いしますこの夏本県は記録的な大雨に目を割れ土砂災害や浸水被害が相次ぎ新聞報道によれば広島市や呉市では8月の降水量が平年の5倍以上となり 県内各地であの30年平成30年7月豪雨災害をまる雨量が確認されました各地で危険な土石流が発生しそのうち朝南区の砂防ダムが土石流を受け止めすぐ近くの住宅地への被害を防いでいる状況をテレビ映像で見ました広島市では平成26年8月の広島土砂災害を受け 国、県が砂防ダムの整備を進め、昨年8月、56基すべてが完成しました。今回の土石流の補足も含め、防災・減災への取り組みの成果が出ていると受け止め、県内の関係者の方々に敬意を表したいと思います。なお、今回の豪雨が広島市や北広島町において、砂防ダムや地産ダム計10か所がほぼ満杯になっており、 再度災害防止のため、堆積した土砂撤去等を対策をできるだけ早く実施、完了していただきたいと思います。また、河川内の堆積土の除去についても、近年、力を入れて実施しており、堤防からの越水防止に効果を上げていると思います。しかしかかまだ対策がが必要なな箇所が多くあるるため国に働きかけるなど しっかり予算を確保し事業を継続していただきたいと思いますさてこの夏豪雨災害ではドイツアメリカ中国など近い各地でも発生しており先ほどお話した地球温暖化の影響が出始めていると指摘されていますこのまま温暖化が進めば今期世紀末には一日に200ミリ以上の大雨が降る日が2.3倍に増加し 洪水の発生頻度は4倍になるという研究データがあるそうですこれまでの対策だけではもはや限界があると感じますこうした中県は土砂災害特別警戒区域いわゆるレッドゾーンについて開発を抑制する被害化調整区域への段階的に編入し50年かけ移住地を安全な土地に誘導する方針を示しました 住民の理解など、課題は多いと思いますが、本当に危険な場所には住まないという考え方は、県民の命を守るために必要であると思います。また、国および県において、流域全体で水をためる場所を確保したり、危険な場所に住まないような対策をするなど、海域のあらゆる関係者が共同して水災害対策を行う、流域指数という考え方を進めています。 流域通事対策の一環として、島根県大津市では、郷の川の氾濫で浸水被害を繰り返した地区の集団移転が検討されています。国は、移転先の宅地造成費用など、市にかかる負担の94%を補助し、島根県でも残り6%の半額を支援するお支援を示したそうです。今後、国、県、市長が一体となった災害対策が一層必要になると考えます。 そこで豪雨災害がこれまでの常識が通用しない規模や頻度になっていることを踏まえ、再度災害防止に資する河川や砂防、地産ダムの浚渫、内水排除の対策などをしっかり取り組むとともに、長期的な視点に含めた総合的な対策を講じる必要があると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。 質問の最後は今後の県政運営についてお伺いします。知事の任期が11月に迫る中、今月10日、湯崎知事は4期目に挑戦することを表明されました。記者会見で知事は新型コロナの収束とそこから発展的な回復に継続して取り組みたいと述べられました。本件は昨年3月にコロナ感染者が確認され、 1> 約1年半で5回の大きな感染の波を経験し、未だこの中の真っ只中にあります。加えて、激震化、頻発化する自然災害や、歯止めのかからない人口減少など、極めて困難な課題が次々と突きつけられています。時期の県政運営も非常に厳しく、茨の道になることが予想像され、この世の中、4期目を目指されたことは、 大変に勇気のいいる決断だったと思います今の世の中は出口のいない暗いトンネルのようであり、県民は明るい未来を描いていません。このような時代に県議が求めるのは、安心して暮らせる社会や、希望に満ちて溢れた未来に導いてくれるリーダーだと思います。そこで知事が4期目を目指されるにあたって、多くの困難な県政課題に対し、 どのような覚悟を持って取り組めていくのか、先ほど所信を述べられましたが、改めて今後の県政運営に対する決意をお伺いいたします。以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 当局の答弁を求めます知事湯崎秀彦君<上>まず飲食業等の感染防止対策についてお答え申し上げます新型コロナウイルス感染症対策につきましては 医療提供体制の整備やワクチン接種の推進はもとより、本県も含め、全国的に飲食の機会を通じた感染拡大が認め,られる認められていることから、飲食店における感染防止対策は重要であると認識しております。このため、飲食店を対象に、昨年10月から業界の定めるガイドライン遵守や、感染者発生時の行政への積極的な協力など、 一定の水準以上を満たした広島積極ガード店の制度を設け現在県内飲食店の約85%に相当する1万7千件が登録されておりますまた本県における第三者認証制度にあたる広島積極ガード店ゴールド制度につきましては本年7月より広島積極ガード店の対策項目をベースに専門家の意見を聞きながら 国が求めている4つの必須項目、アクリル板等の設置、もしくは座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底を盛り込み、25項目からなる認証基準を定め、開始したところでございます。7月20日からは、制度の周知を兼ねた現地調査のために、調査員が県内を一巡し、 9月27日現在、広島積極ガード店の約38%に相当する6199店舗が認証を取得しているところでございます。緊急事態宣言解除後の10月1日から14日までの2週間については、引き続き県の集中対策を実施する中、集中対策重点区域である広島市、東広島市、府中町および海田町において、 20時までの営業時間短縮を要請することとしておりますが、広島積極ガード店ゴールドの認証店につきましては、21時まで1時間延長して営業することを可能としたところでございます。なお、今後の制度の運用につきましては、実効性のある制度となるよう、認証取得済み店が認証基準を確実に遵守し,遵守し続けているかなど、事故調査を実施し、質の担保を図ることとしております。 この制度を通じて、県民の皆様により安心して飲食店を利用していただける環境を整備するとともに、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでまいります。次に、水産資源の回復に向けた総合的な対策についてでございます。水産資源の回復に向けまして、本県では種苗放流や魚の住みかとなる藻場造成などの取り組みに加え、 海の環境改善や餌の増加など、総合的な対策が重要であるという認識のもと、今年度から海底幸運の実証試験を開始しているところでございます。この実証試験では、提出の改善や魚の増加などの効果検証を数年かけて行うことにより、海の環境改善に有効な取り組みとなるよう、専門家の意見を聞きながら進めていくこととしております。こうした中本年6月に 瀬戸内海環境保全特別措置法が改正され県が区域を限定し栄養塩類の管理に関する計画を策定することで現行の排水規制を緩和できる制度が創設されたところでございます県といたしましてはこの制度が栄養塩類を増加させる仕組みとして期待させるされる一方で栄養塩類と水産資源との関係性につきましては未だ不明な点が多いことから 周辺環境の悪化を招くことのないよう国に対して制度の対象となる区域の条件や評価方法などを明らかにするよう求めているところでございますまた年度末に国が示す予定のガイドラインなどを踏まえ地域住民漁業者自治体等で構成されるワンナダ協議会などの場で 豊かな海の実現に向けて、科学的根拠に基づいた栄養塩類の供給方策を検討していきたいと考えております。今後とも水産資源の回復に向けた現在の取り組みについて、検証、改善、普及を図ることに加え、専門家の意見や、瀬戸内海関係府県の取り組みを参考に、新たな視点を取り入れながら、資源の増大対策を総合的に実施することにより、 持続的な海面漁業を構築してまいります次に中山間地域振興対策についてのご質問でございます将来にわたって中山間地域の持続可能性を高めていくためには地域の推進役となる人材の育成確保に努めていくことが極めて重要であると考えておりますこうした認識のもとこれまで 中山間地域振興計画に沿って多で、多様な力でつながる人づくりに重点的に取り組んできたところでございます。とりわけ、平成29年に開催いたしました里山未来博を一つの契機といたしまして、広島里山チーム500には、現在、約390人の地域づくり実践者が登録され、地域のにぎわいづくりや、地域資源の継承など、意欲的な活動が進められております。 しかしながらその一方で、本県の中山間地域の人口減少や、高齢化などによる実態を踏まえますと、今後は地域の方々の安心の醸成に向けて、日常生活を支え合う活動が継続的に進められていくよう、注力していくことが必要でございます。そのため、地域づくりに関心のある人材の裾野の拡大とともに、 地域に密着した活動を実践する人材の確保を図っていくことを目的に、里山未来博2021を開催しております。具体的には、観光客の呼び込みなど、地域の外に向けた活動のみならず、地域の課題解決を目指す活動を未来博の体験プログラムとして見える化し、地域内外の多くの方々の参加を呼びかけているところでございます。 加えて県の人材養成塾に地域課題の解決に必要なポイントを学ぶ地域密着型人材育成コースを今年度新たに設けたところでございます。今後とも中山間地域のコミュニティの維持や仕事作り、生活環境の改善など、チーム500登録者による活動が幅広く持続的に展開され、 それが将来への希望や安心にもつながっていくようその後押しに積極的に取り組んでまいります次に今後の県政運営についてでございます私が広島県知事に就任いたしました平成21年はリーマンショックの影響を受けた世界的大不況の中本県経済も大きな落ち込みを見せていました また本格的な人口減少、少子高齢化が進む時代の入り口に直面し、将来を見据えて変革に挑戦しなければ、社会経済状況のさらなる悪化が見込まれる岐路に立っていたものと考えております。こうした認識のもと、県民の皆様と共に目指す将来像と、目指す姿を実現するための戦略を描いた広島未来チャレンジビジョンを策定し、全力で取り組んでまいりました。 一方で、この間、平成26年8月豪雨、平成30年7月の西日本豪雨をはじめ、幾度もの豪雨災害に見舞われ、さらに令和2年2月以降は、新型コロナウイルス感染症という新たな感染症との戦いが続いております。こうした困難な状況を通じて明らかになったのは、本県が従前から強く認識しておりました、頻発する大規模災害への対応。 東京一極集中の是正と、適産適収社会の実現、デジタル化への対応といった喫緊の課題への対応に際して、もはや一刻の猶予も与えられていないという現実ではないかと考えております。このため、まずは、目の前の課題であります新型コロナウイルス感染症に関する対応を確実に進め、本県経済と社会の発展的回復を図るとともに、 この間改めてより浮き彫りになったさまざまな構造的な課題に取り組み、県民の皆様と一緒に活力ある広島県を実現することが私に課せられた使命と考え、4期目を目指す決意をいたしました。県民の皆様お一人お一人が広島県の将来と暮らしに対して安心と誇りを持ち、夢や希望に挑戦できる社会を描くことが、リーダーたる知事の役割であるとの強い覚悟を 改めて心に刻み志を新たにしたところでございます県民の皆様のご負託をいただけるのであれば今一度初心に帰り県政の発展に向けて挑戦してまいりたいと考えておりますその他のご質問につきましては担当説明員より答弁させていただきます 商工労働局長川口和成君観光業への支援についてお答えを申し上げますコロナ禍における観光振興におきましては感染拡大防止と 地域経済活動の両立の観点から、多くの観光客を受け入れても、安全安心に観光を楽しめる環境を整えていくことが、ますます重要になっていると認識をしております。このため、本件におきましては、観光施設等における混雑状況の可視化や、自動チェックイン機の導入などの受け入れ環境整備や、グリーンシーズンのスキー場での バギー体験など、少人数、屋外といった新しい生活様式を踏まえた観光プロダクトの開発、宿泊事業者が実施する感染防止対策や、ワーケーション等の新たな需要に対応していくための前向き投資への支援などに取り組んできたところでございます。併せて厳しい経営環境にある宿泊事業者や旅行事業者等を支援するための 観光誘客促進事業につきましては、感染状況が落ち着いた段階で速やかに開始できるよう、昨年度からの繰り越し予算13億円余に加えまして、6月補正予算において42億円余の事業費を計上したところでございます。当事業の実施にあたりましては、3密対策や従業員の衛生管理など、 感染防止策をしっかりと講じている宿泊施設や観光施設体験メニューなどを割引プランの対象とすることとしており各施設の安全・安心情報についてホームページや SNS 等を通じて効果的に発信していきたいと考えておりますこうしたことにより感染状況を見極めながらまずは県民による利用を積極的に促していくとと,ともに国の経済対策や 行動制限緩和の動向等も注視しながら、観光関連事業者がアフターコロナに向け、経営を維持できるよう、さらなる支援策についても検討してまいります。 農林水産局長、崎康君脱炭素社会の実現に向けた森林整備の推進についてお答えいたします。脱炭素社会の実現に向けましては、利用期を迎えた人工林について、 切って使って植えることによる資源,の循環資源の循環利用を行い、人工林の若返りを通じて二酸化炭素の森林吸収量の増加を図るとともに、こうした林業の果たす役割などを県民の皆様に理解していただくことが重要であると認識しております。これまで本県では年間40万立方メートルの県産材の生産量の確保に向けて、 高性能林業機械の導入や、路網整備の支援などを行うとともに、生産された県産材の需要確保に向けて、大規模製材工場の整備や、県産材を利用した住宅を建築する取り組みに対して支援を行うなど、人工林を切って使うことを中心に取り組んできたところでございます。こうした取り組みにより、令和2年度の県産材生産量が 平成23年度の17万立方メートルから34.8万立方メートルまで増加するとともに生産量に応じた需要が確保,確保されるなど一定の成果が得られたところでございます。本年度からはこれまでの切って使うことに植える,を植えることを加えた一連の循環となる森林資源経営サイクルの構築に向けて種抜後の再造林が確実に実施されるよう 生産基盤の整備として、航空レーザー測量データの解析による林業経営適地の集約化や担い手の育成、情報基盤の整備として、県、市、町、林業経営体が森林に関するデジタル情報を共有、活用するための新たなシステムの構築、技術基盤の整備として、IoT 技術などの活用による森林作業の低コスト化の推進など、 3つの基盤整備に取り組んででいいるところでございますまた、県民の機運醸成を図るため、広島の森づくり事業において、森林林業体験活動に加え、森林ボランティアの参加や、木育活動に支援を行っており、これらの活動を通じて、森林整備の重要性や、木材利用の意義などを県民の皆様に理解していただくための情報発信に努めているところでございます。今後とも 脱炭素社会の実現に向けた森林の重要性の高まりを背景に、こうした取り組みを継続的に実施し、森林、林業の果たす役割などについて、県民の皆様にご理解いただき、応援していただきながら、森林整備のさらなる推進を図ってまいります。 地域政策局長岡田義和君ウィズコロナ時代における未来のアスリートの発掘と育成についてお答えいたしますアスリートの発掘育成においては特に小中学校期における幅広いスポーツ体験や専門的な指導が重要であると考えこれまでも県スポーツ協会や 日本スポーツ協会等とと連携したた事業に取り組んでできたところでございます今年度から新たに小学生の競技体験の対象学年を広げ、また中学生を対象にした種目特化型の発掘・育成事業を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や延期を余儀なくされている状況にあり、子どもたちの競技体験機会の確保、ジュニアアスリートの練習環境の維持といった課題に直面しております。 このため、ウィズコロナ時代における取り組みの方針といたしましては、従前のイベント会場や練習会場でのコロナ対策支援に加えて、非対面でも体験や練習が可能になるデジタル技術の活用が重要であると考えております。具体的な取り組みといたしましては、サンフレッチ広島と連携したバーチャル空間でのサッカー教室の開催、遠隔指導を可能にするオンライントレーニング機器導入への支援を実施しているところでございます。 県といたしましては、競技団体のニーズを踏まえ、こうした取り組みを充実させていくことで、ウィズコロナ時代においても、本県の多くの子どもたちが夢を持ってスポーツにチャレンジできるよう、継続して取り組んでまいります土木建築局長、斎藤博之君。 頻発すする豪雨災害の対応についいてお答えいたします近年、気候変動により異常気象が激甚化、頻発化し、全国的に大規模な災害が毎年のように発生しており、本県におきましても、本年7月、さらに8月に平成30年7月豪雨に匹敵するような記録的な豪雨により、県内各地で土砂災害や河川の氾濫による被害が多数発生したところです。 この度の豪雨災害からの復旧にあたっては、被災原因を十分に分析した上で、広報を選定するとともに、サイト災害防止の観点から、被災箇所周辺も含め、一体的に整備を行う改良復旧等の活用を図ってまいります。さらに、氾濫等により甚大な被害が発生した河川においては、必要に応じて、既存の河川整備計画の見直しにも取り組んでまいります。一方で これまで重点的に整備を行ってきた砂防ダムによる土砂の補足や、河川内の堆積度の除去等により、浸水被害の軽減が図られるなど、ハード対策による効果が確認されているところであり、引き続き国の防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策等も積極的に活用しながら、河川や砂防などの事業別整備契約に基づく事前防災のための各種事業や、 積度の除去等を着実に実に施してままいりますさらに激甚化する水害に備えるため県内すべての水系において流域治水の取り組みを始めたところであり河川改修や排水ポンプ場の整備などのハード対策に加え利水ダム等の事前放流による洪水調節機能の向上ため池の活用や下水道施設整備による 雨水貯流機能の拡大などにあらゆる関係者と共同して取り組んでまいりますますた、計画的なハード対策と合わせて、災害リスクに対する適切な土地需要を促進していくことも必要となります。具体的には、土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する逆線引きや、災害ハザードエリアでの開発抑制など、安全で利便性の高い区域への 居住誘導に市長と連携して取りり組んでまいりまいす引き続き将来にわたって県民の皆様が安全、安心に暮らせることができるよう、国、市、町、関係者と連携しながら、ハード、ソフトが一体となった総合的な防災・減災対策に全力で取り組んでまいります。 この際、暫時休憩いたします。午後の会議は1時から開きます。